明大富士蕎麦は大胆グループが運営する立ち食い蕎麦うどんチェーン店の名称である通称富士蕎麦東京神田三崎町の富士蕎麦東京秋葉原の食品サンプル出店ペースは年数店舗程度で2013年7月に日本国内で100店舗となった2013年から日本国外で出店を始めて10月にインドネシアジャカルタに1号店 2014年に台湾にそれぞれ出店し、フィリピンでもフランチャイズを展開している。サラリーマンや中高年層が主流で、種類を品書きに加えて、好評を得ている。大半の店舗が24時間営業であるため客層は多種多様である。2000年代以降は椅子を設置したことが好影響して、女性や家族の利用も増加し、2010年代はアジア諸国から訪日した。 観光客の利用も増加している。多くの店舗が東京都区内の駅近くに位置して、駅そばの一種としても扱えるが、唯一駅構内に位置した東武東上線。大仙駅の店舗は2016年1月末に閉店した。看板を掲げているが、派手な電飾はない。立ち食いそば店に分類、認識されているが、2000年頃から順次店内を改装し、2011年時点で、 狭い3店舗を除く全店舗が一席を備えている。2002年以降に新規回転や改装した店舗は内装に石を利用した壁や小さな泉や竹を使った箱庭などを配置した日本庭園風情の装飾も見られる。業界の先駆けとして1987年に蕎麦を木蕎麦に変更し小麦粉と蕎麦粉の比率を6、4として講和物産と 機種や製麺の2社から仕入れて、品質や価格の維持に努めている。出汁は各店で仕込み、タレは2009年に40年ぶりで仕入れ先を変更した。一部の店舗は2016年から押し出し式製麺機による店内製麺を導入しているが、一度に茹でられるそばの量が減ることから全店舗で使用する予定はない。揚げたてのカツでないと、カツカレーは調味が低下するが、 揚げ時間の増大は回避したい。カツ丼は作り置きのカツでもタレで煮込むと美味しくなるため、カツ丼を提供しつつもカツカレーは提供していない。カレーライスの上にカツ丼用のカツを乗せたカレーカツ丼は一部の店舗で提供している。これらのこだわりが店舗ごとに特徴となるため、店舗ごとに味が違う、ばらつきが大きいなど、顧客意見の対応は店舗の裁量に任せている。 商品開発部は置かず、新商品は各店舗店長の裁量に任せて、当該店舗で試験販売し、販売数が多い場合に、チェーン全体の定番や限定商品として採用することもある。2015年7月から、ちょいのみ王子を起とし、一部店舗で15時から翌朝5時までの時間を、富士酒場として、通常の麺類メニューに加えて、ビールハイボール、 おつまみ類を提供している。枝豆や卵焼きなどの他に、天抜きなど蕎麦屋に由来する商品もあるが、富士酒場対応店でもが、店舗により差がある。公式ウェブサイトの他に、ツイッターとフェイスブックを開設している。富士蕎麦前店の BGM は、創業者の丹道夫が、若年に苦労の中で、演歌を聞いて勇気づけられ、癒された経験から、演歌だけを採用している。 店舗や状況により J-POP も参見される。2012年10月に新業態として、つけそばタッタンを渋谷の並木橋交差点そばに新規開店した。タッタン蕎を強調した新業態で提供商品をつけそばに絞りきそんな富士そばと差別化を図ったが、2015年11月に閉店した。2015年10月に炭火焼き鳥打ちは、 渋谷の道玄坂に新規開店している。従来これらのグループ企業は個別にオフィスを構えていたが2015年にホールディングス社がオフィスを東京の代々木へ移転した際、グループ企業もオフィスを集約した。グループ各社は独立再産制で同じ駅前で近接した店舗でも経営母体は異なる事例も多い。大胆グループに関するカテゴリー、ありがとうございます。